はい、こんにちは、森です。今日はですね、ビーイングを作ったですね、長戸大光さんについて徹底的にね、僕も調べてみたので解説をしていこうかなというふうに思います。まあ、大体の人が、まあ、長戸さん、なんか聞いたことあるなとか、あ、ビーイング作った人だよねぐらいの感じでね、思ってる方結構多いと思うんですけど、あのね、もっとすごい人なんで、もうね、めちゃくちゃすごい人なんですよ。知れば知るほどマジでヤバい人だっていうことがわかるんで、今日はですね、ちょっとビーイングを作る前の、まあ、学生時代とか社会人の時代っていうのを中心に、お伝えしていこうかなと思ってます。その次の動画でですね、ビーイングの時の、お話だったりとか、あとは各アーティストどういう考えでプロデュースしてたのかっていうのをお伝えしていこうかなと思いますので、ぜひね、後編っていうのもね、楽しみにしてもらえればなというふうに思います。まあね、長戸さんといえば皆さんね、ご存知の方はね、いるとは思うんですけども、あのビーイングのアーティストをほとんど長戸さんがプロデュースをしてるわけですよ。例えば初期で言うと、あの伝説のロックバンド氷室京介さんが、もう率いていたボーイですよね。でボーイだったりとか、アメリカに初めて日本の、バンドが進出してメタルバンドとして超世界的有名なバンドになったラウドネスとか、あとはその後に流行ったチューブだったりビーズだったりとか、あとはワンズだったりティーボラン、ザード、ディーン、これら全てがですね、個々のアーティスト単体としてではなくて、実は全部長戸さんがプロデュースしたあのバンドだったっていうことをね、まず知ってほしいんですよ。それだけでもすごい人だっていうのはわかると思うんですけども、それだけね、あの音楽業界でいうと神の領域にいる人なので、この人を知らないでビーイングのアーティストを知るっていうのはね、不可能に近いので、まずその背景をね、ぜひ知っておいてほしいんですよ。はい、ではですね、こっからあの長戸さんのね、生い立ちのところをね、話していこうかなと思うんですけども、あの長戸さんをですね、まず一言で表すならば、ザ起業家、ザ野心家っていう形でね、言えるんじゃないかなというふうに思います。じゃあなんでそういう性格が生まれたのかっていうのは、やっぱり生い立ちをね、見るとすごくわかるんですよ。まずあの生まれ育ったのは、1948年に長戸さん生まれてます。なので今はもう御年71歳、もう少しで72歳になるね、かなりね、もうあのレジェンド級のね、年齢になってると思うんですけども、あの滋賀県の大津市というところで生まれました。まず高校時代からあのお話しするとですね、高校時代は一言で言うなれば文学両道っていうことで、言えるかなというふうに思います。まあ、長戸さん の高校時代っていうと、1960年代後半なんですけれども、まず文学のですね、文のところへ行くと、勉強はですね、長戸さんはめちゃくちゃできたんですよ。それなんでわかるかっていうと、高校はあの滋賀県立ゼゼ高校というところに通ってたんですよ。皆さん、ゼゼ高校ってわかりますか？知ってますか？僕はもともと知ってたんですけれども、関西出身なので、ゼゼ高校ってめちゃくちゃ頭いいんですよ。あの偏差値でいうともう70は優に超えてますね。ゼゼっていうと、あの東大とか京大とかにもバンバンこう進学するようなめちゃくちゃ優秀な超進学校で、滋賀県ではトップ校なんですよ。なんですけれども、あのスポーツも結構盛んで、あの例えばラグビーで行くと、あの全国大会の花園にたまに出場してたりとかですね、あとは2018年の21世紀枠として、高校野球で甲子園にね、出場したりとかですね、結構あの文武両道を歌ってるような学校で、スポーツにも力を入れてるんですよ。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、あの長戸さんはそういう進学校の出身であるっていう、頭がめちゃくちゃいい人だっていうことを知っておいてください。その次の文学の学で言うとですね、あの音楽のことですよね。音楽はですね、実はもうゼゼ高校の時代からですね、長戸さんは音楽活動しています。でですね、ここでまずですね、すごいね、あの巡り合わせなんですよ。ゼゼ高校の在学中に、もうあの同じ高校の人とあのバンドを組んでるんですよ。そのバンドの名前は WEEZ って呼ぶのかな、 WEEDS って書いて WEEZ って読むんですけども、あのもう3人組のユニットを組んでやってました。そのメンツがですね、またすごく面白いわけですよ。一学年上に、ポール岡田さんという方がまずいらっしゃったんですよ。でその方はあの後にですね、メジャーデビューしてザ・カーナビーツっていうところ のメンバーになってたんですけれども、音楽業界に、ね、かなり影響を与えた人で、 CM ソングとかをあの小林亜生さんっていう、ね、方がいらっしゃったんですけど、その方が CM ソングをどんどんね、そのポール岡田さんに任せて CM ソングをバンバン作ってた人っていうのがこのポール岡田さんなんですね。
もう一人はですね、森下明夫さんという方なんですよ。この方は、後にですね、かなり音楽業界にこの方も影響を与えた方で、例えばソニーミュージックの、ですね、洋楽担当のディレクターになってたりとか、その後に、富士パシフィックっていうところの音楽、富士パシフィック音楽出版っていうところがあるんですけど、それがね、フジテレビ系列のところでね、あるんですけれども、その会社の執行役員をやるぐらいですね、かなり音楽業界の重鎮になっていく方なんですけれども、その、長戸さんとポール岡田さんと森下さんっていう方が、これゼゼ高校で一緒にバンドをすでに組んでたわけですよ。もう後にね、全員が音楽業界で重鎮になるわけですけども、これもまたね、すごい巡り合わせというか、運というかっていうのを持ってるんじゃないかなというふうに思いますね。このビーズというバンドはですね、京都とか大阪の関西を中心に当時活動してまして、すぐにね解散はしちゃったんですけれども、結構ね、力のある実力派バンドということで、有名だったそうなんですよ。これでですね、文学両道の文学はね、高校時代に長戸さんは積んでたわけですけれども、実はもう一つ、打足ではないんですけれども、長戸さんはですね、何がすごいかっていうと、音楽が根っから好きなんですよ。で、それがわかるのが何かっていうと、ドーナツ版っていう、1950年代から60年代前半までに作られてた、レコードのようなものですね、ものがあって、それをめちゃくちゃ集めて聴きまくってたそうなんですよ。まあやっぱりゼゼに行くぐらいですから勉強熱心なのは当然なんですけれども、これをね、長戸さん自身はもう日本でね随一っていうぐらい、ドーナツ版を聞いて集めてたっていうぐらいね、すごいコレクターだったらしいんですよ。後に、このドーナツ版が好きすぎてポップスレコード研究会というのを2015年に長戸さん立ち上げてるんですけども、それぐらいですね集めてもうねストックがすごかったらしいんですよ。なので長戸さんは勉強できるし、音楽活動もしてたし、なんなら音楽の勉強もめちゃくちゃやってたっていうのがあって、この10代の活動っていうのが長戸さんの大きな下積みの機会になってたというふうにね、長戸さんもおっしゃってますね。ではですね、ここから、長戸さんの大学時代と社会人時代をですね、お話ししようかなと思います。長戸さんはですね、青山学院に、進学をしているんですけども、中退をしています。その理由は、バンドをね当時組んでたんですけども、そっちの活動を、本格的にやろうということで中退をしているんですね。でですね、青山学院を中退した後に、実は長戸さんって東京からまたね、関西に戻ってきてるんですよ。ちなみにですね、長戸さんって、ちょっと後編とかでもお話するんですけども、基本的には、関東でやるんではなくて関西主義なんですよ。なので東京はそんなに好きじゃないんですよね、ぶっちゃけ。なので関西でもっ と,、ビジネスをやりたい、で関西を拠点に、音楽活動を、ね、もっと広げていきたいっていう思いがもともとある人なんですよ。なので、関西に帰ってきたっていうね、多分そういった理由があると思うんですけども、で関西に帰ってきてどうしたかっていうと、また新しくバンドを組んでます。でバンドっていうのが、フィードバックっていうね、バンドを組んでます。もともとウィーズっていう3人組の高校時代やってたのがあって、次はフィードバックで5人組のバンドを組んでます。でそこでですね、活動していたんですけれども、そこからまたねちょっとメンバー構成が変わって、3人組になりました。で3人組になってからバンド名が変わって、赤と黒っていうバンド名になってるんですね。でこの赤と黒っていうバンドを組んでからですね、実は、シングルを1曲だけ、ね、出してまして、でその、シングル曲っていうのが Mr.DJ っていう曲で、これが1972年に発売されてます。でちなみにね、この1972年っていうのがどういった年だったのかっていうのをね、まずね知っといてほしいんですよ。この時代っていうのはちょうどですね、吉田拓郎さん、フォークシンガーの吉田拓郎さんが結婚しようよっていう音楽曲を発売して、かなり大ヒットを生んでるんですね。で、さらにですね、井上陽水さんとかもこの時代には結構売れてきてまして、フォークソングが全盛期ではないけどもちょっと盛り上がってきてる時代っていうのが1972年なんですよ。でその一方で、そんな時代に長戸さんは何を考えてたかっていうと、フォークソングのメッカを京都で作ろうっていうコンセプトの下で活動していたんですね。ただ面白いことに1972年のもう2月にですね、この赤と黒っていうのは解散をしています。その理由っていうのが、メンバーのですね、卒業、大学が卒業するということで、もうそのまま解散しようということで解散をしているそうなんですよ。なのでここで一旦もう赤と黒というバンドも終わってます。でここでバンド活動が終わった長戸さんなんですけども、1972年といえば大体24歳ぐらいですよね、長戸さんが。でね、こっからが面白いんですよ。
音楽活動ずっとバンドやってたじゃないですか、高校時代から大学も中大してまでやったんですけど、実は同じ年の1972年に、アパレルのショップを副業で、経営してるんですよ。でそれがですね、京都の、河原町あたりにある、バルっていう BAL というかバルっていうね、あの商業施設が今もあるんですけれども、それが1970年に、創業したわけですよ。でそこに、入ってるお店のショップ経営を実は副業としてやり始めたのが長門さんこの時代だったんですよ。面白くないですか。1972年に、音楽バンド解散していきなり副業でショップ経営、アパレルショップの経営をし始めたわけですよ。要するに音楽だけに限らず、アパレルとかその他もろもろビジネスっていうものを作り出す、生み出す、プロデュースするっていうのをこの時代からすでにスタートしてるんですね。なので音楽家でもあるんですけれども、やっぱり起業家っていう顔もね、長門さんはすごく強いわけですよ。なので1972年にもスタートをしています。でですね、アパレルショップをちょっとねやってた時代からちょっと時が過ぎまして、1975年ですね。1975年っていうのは長門さんが大体27歳ぐらいですかね、の時に、まあ、これまでね音楽から離れてたんですけれども、1975年にもう一回音楽をやろうっていうのをね志したそうなんですよ。でその時に長門さんはですね、これもね頭いいなと思うんですけども、じゃあやるんだったら目いっぱいトップの方々と一緒に事業をやっていきたいなっていうのがあったそうなんですね。でそこで長門さんは実は戦略を立てたわけですよ。それがですね、当時流行っていた歌謡曲とフォークの両方を攻めていくっていうのを戦略として持ったそうなんですよね。で分かりにくいので具体的にじゃあ何をやったのかっていうと、例えばフォークで言うとですね、まず長門さんがやったのは、フォーライフの第1回新人オーディションに応募したんですよ。これがまずスタートです。でね、皆さんね、フォーライフっていう会社のことをあんまり知らない方も結構多いかと思うんですけれども、フォーライフってね、めちゃくちゃね、音楽業界でいうと大激震が走ったあの会社なんですよ。で、どういうことかっていうと、実はちょうど1975年、さっき言った27歳ですね、あの、長門さんがの時に、実はフォーライフっていう会社が、立ち上がってるんですよ。で、この会社っていうのは何がすごかったかっていうと、現役ミュージシャンがもうレコード会社自体を立ち上げてしまったっていうのが、音楽業界に大激震が走った事件だったんですよ。この設立メンバーっていうのがまたこれすごい人たち で、ですね、4人いまして、小室仁さんですよ、あと吉田拓郎さんで、井上陽水さんで、泉谷茂さん、この4人がですね、創業メンバーとして携わって作り上げたんですよ。でこの時ね、なんで立ち上げたかっていうとね、すごく単純明快で、営業活動、なんか取引先への営業活動だったりとか、プロデュース業だったりとか、宣伝広告っていう、まあ、言ったら会社がやってるような業務っていうのも全部自分たちやりたいっていう思いがあって、じゃあもう会社を立ち上げてしまおうということで作ったのがこの時だったんですよ。でちなみにですね、この4 Life っていうのは立ち上げてからめちゃくちゃですね、音楽業界に波風を立てたんですよ。要するにこんなことをする人たちっていうのはいなかったわけですよ、もともとね。でなのでこれを作った時にすごい波が立ったんですけれども、彼らが打ち上げたのは、ニューミュージックっていうね音楽を作ったわけですよ。ニューミュージックって何かっていうと、もともとフォークっていうのはね流行ってたんですよ。でフォークにロックの要素を加えた音楽っていうのをニューミュージックっていうと当時呼んでたらしいんですけども、要するにフォークっていうのはどっちかっていうと、ね、政治の風刺が入ってたりとか、そういったなんかちょっと政治色の強い音楽っていうのがね当時流行ってたんですけども、そういったものを一切もう排除して、音楽を作っていこうっていうコンセプトのもとで作られたのがこのニューミュージックなんですけど、それを、作ってですね、当時めちゃくちゃ大流行したのがこの時代だったんですけど、でこの新しい会社にですね、長門さんはですね、さすが事業家というか起業家ですよね。そこに目をつけて、彼らみたいなところとつながって、フォークの分野はそこで関係を持ちたいということで、まずオーディションに出るわけですよ。第1回新人オーディション、これが1975年にあったんですけど、それの最終選考まで残って4人が選抜されて、そのうちの1人が長門大光さんだったんですよ。でそこで実際に新人だけで、ツアーを回るみたいな企画があって、CD を発売したりとかっていうのも企画されてですね、そこに長門さんもね、もともとミュージシャンとしてそこに携わったわけですよ。ただしやっぱり自分は表立ってミュージシャンとしてやるよりも裏方に回った方が面白いし向いているっていうのをね、その時に判断したんですよ。でそこで、オーディション受かったんだけれども辞退をしたわけですね。
でそこからですね、長戸さんは音楽のプロデュース側っていう風に回って表舞台に立つのではなく裏で全部作り上げていくっていうスタイルがですねこの当時からスタートしたんですよ。でですね、あのフォークと歌謡曲のまずフォークをですね今説明したんですけど、じゃあ歌謡曲の分野っていうのはどうやって攻めたかっていうと、実はこのフォーライフのオーディションを経てですねオフィス21っていうところの会社に入社することに成功したんですよ。でオフィス21っていう会社もね皆さん知らない方多いと思うんですけども、この会社には長戸さんがすごく注目するある人物が、いたわけですよ。でその方は誰かというと、あの作詞家としてもう神というかもうトップオブザ作詞家みたいな感じなんですけども、その阿久悠さんが当時在籍していたのがこの会社だったんですよ。でここの会社に入ってから長戸さんは実際に作詞作曲あとプロデュースっていう仕事をやり始めて、もうねどん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 頭角を現すんですよ。例えばもうですねこの在籍時代に和田アキ子さんだったりとか舘ひろしさんだったりとかっていうすごく有名なアーティストの作曲をしたりとか、あとはプロデュースもやっちゃったりとかですねっていうのをどん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 やっていって、もう業界の中でね名前がすごい知れ渡るわけですよ。長戸っていうすごいやつがいるみたいな感じで名前が知れ渡っていたのがこのオフィス21での仕事だったんですよ。でですねそれでどん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 有名になっていったばっかりに、若いですねこの音楽家集団っていうのが長戸さんをめがけてどん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 集まってきたわけですよ。でそこで長戸さんも言ってるんですけども、いろんな知り合った音楽業界の人たちと一緒にこの会社を作り上げて制作していくと面白いんじゃないかっていう思いが芽生えてきたのがこのオフィス21での仕事だったんですよね。で1977年には実は長戸さんはですね舘ひろしさんと一緒に渡米して、ですね、作曲をしつつしかもプロデュースを行ってるんですよ。わかります？あの今で言うと超スーパーレジェンド石原軍団の重鎮である舘ひろしさんのプロデュースをやってたのが長戸さんだったんですよ。まあ、そういった、仕事をですねどんどんやっていくうちにやっぱり業界の中でもかなり有名になっていて、じゃあもう自分たちで音楽制作会社を作って、で自分の元に集まってきてくれてる人たちと一緒に音楽会社作っちゃうよって言ってやったのが1978年に生まれた Being なんですよ。ということで音楽業界の超スーパー重鎮であり Being の創業者である長戸さんの高校時代から Being 創設までの間のところをご説明してきました。どうだったですかね、あの長戸さんってめちゃくちゃねいろんな手広い経験をたくさんやってきて、でその最終の果てに Being という会社を作ったっていうのがあったということなんですよ。ということで次回は Being 創業からですね、その Being でどういうことを意識してどういうことをやってきたかっていうのを、話していきたいと思いますので、ぜひ後半も見ていただければと思います。ではまた、バイバイ。